はい、Jコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはハーブ&グレスケースファクトリー主催の片木和恵さんです。片木和恵です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スタジオいい香りがしますね。今日ね、片木さんお迎えしましたのは、私先日札幌スタイルの取材を受けまして、はい、この愛用のネックレス、はい、私香りが大好きなもんですから、はい、香りを垂らしてね、はい、楽しむタイプのネックレス私大好きなんですよって取材を受けまして、はい、その話をしてたんです、はい、私片木さんっててっきり、はい、アクセサリー作家だと思ってたの。そうなんです。違うんですもんね。はい、一応デザインは私がしてます。うん、あ、そうなんですか。はい、これもこれも。なるほどなるほど。はい、デザインはされて、はいはいはい、作ってるのはどちらで作ってる？富山県の高岡というところで、うん、鋳物の日本 の、 その伝統工芸を作っているところになりますね。はい、素材は何なんですか？鈴 100%、はい、鈴なんですよ、鈴、はい、鈴 100% のネックレスに片木さんの香りを垂らして、はい、ね、楽しめるというものになっております。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあこのいい香りのスタジオで今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん、札幌の香りと暮らそう、ハーブティーでみんな元気に、はい、雪まつりでも大人気。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。札幌の香りと言われてどういうイメージで香りを作られたんですか？はい、皆さん、ラベンダーの畑の発祥地ってどこだか分かりますか？フレノですね、多くの人はそう思われると思うんですけども、うん、はい、日本で一番最初にラベンダー畑を作ったのが札幌ということで、うん、まあ、商業的なっていうことなんですけども、意外と知られてないですよ ね、 すよね。札幌の方でも結構皆さん知らないので、うん、この香りを作ってそのこともみんなに知っていただきたいなという思いもありました。うん、一番最初に作ったのが札幌ナンバーワン、札幌ナンバーワン、はい、これ最初に作った香り、はい、ナンバー2と3があるんですけど、うんうん、ナンバーワンを作りました。はい、元になる精油がこれ、お見せましょうか。はい、かわいいパッケージがまたね、これも片木さんデザインされたのかな。そうですね、はい、ですね、うん、これは、テーマが大通公園の昼下がりというもので、うん、このイメージなんですけども、うん、みんな地下街歩いてますよね。で、地下街歩いて、大通公園にふっと上がった時にふわーっと爽やかな風が吹くじゃないですか。はい、それを柑橘系で表現してます。うん、なので爽やかでリフレッシュします。で、しばらく芝生のところにこういると、はい、ふわっと日が当たってほっこりあったかくなる。それをラベンダーで表現しているので、うん、最初に、柑橘系が香ってから徐々にラベンダーに変わって今度はリラックスできるっていう風に作ってます。香りって最初の香りとちょっと時間を置いてからの香りの変化を楽しむっていう楽しみ方もありますよね。ブレンドはそれが醍醐味なので、はい、これが札幌ナンバーワン。ナンバーワン、じゃあナンバーツーとスリーは、はい、ナンバーツーとスリー、ナンバーワンはね、ペンダントでね、そうそう、感じていただいて、いい香り、すごいお好きって言っていただいたのですごく嬉しいんですけど、いい香りですね。ツー、はい、とスリーなんですが、この 色変わりでこんなのが、うん、どっちが2？こっちが2ですね。はい、2はどんな？はい、これが、作手琴仁川っていう、知ってますかね、北大の、はい、北大の、はい、蔵会館の前のあそこを流れる川なんですけど、作手琴仁川のほとりという香りになってます。作手琴仁川のほとり、はい、ほとりなんですね。はい、はい、あそこで学生たちがいろんなことをしてるじゃないですか。最近はやれないけど人パやったりとか、歌の練習したりとか、保育をているその雰囲気が、はい、すごく好きで、まあ、私もちっちゃい頃からよくそこで遊んでいたりとかしたので、はい、その香りを作りたいなと思って、うん、でその川も流れる爽やかな風を北海道発火で、でその後にちょっと、北海道札幌ラベンダーは本当は中にはないとは思うんですが、遠くからふわっと香ってくるような感じで、はい、札幌ラベンダーが香ります。まあ、イメージですか。はい、イメージ、はい、発火、北海道といえば北海道発火ですね。ね、ミントじゃなくて北海道発火の、ちょっとよかったらこれで作ったミストなんですけど、ルームミスト、ちょっと嗅いでみてください。まあ、はい、あ、発火ですね。はい、今はもう本当トップノートはもう完全発火ですね。男性も好きそうな香りですね。そうですね、うん、結構これ北大の総合博物館でも販売しててすごい人気が、はい、ありますね。北海道土産にぴったりじゃないですか。はい、そしてでナンバー3なんですけど、うん、私アースデーっていう実行委員会も13年14年目か、ずっとやってまして、はい、丸山動物園に
行くことが多くて、うんうんうん、夜真っ暗の時か朝早くなんですけど、うんうん、その朝早い時のその丸山のその森の朝をイメージした香り、うん、丸山の森の朝というタイトルになってます。丸山の森の 朝、はい、あの樹木系 あのこれが好きな方はこれを持っていい香り癒されるってこう森の中にいるイメージするみたいなんですけど、はい、すごいなんか特徴的にこうって、あの、はい、嗅いでいただきますね。 何が入ってる？あ、いろいろ入ってるんですけど、うん、北海道もみが入っていて下川町の、はい、北海道もみが入っていて、はい、他にもヒバダとかいろんなの入ってますけど、本当に森の香りです。森の香り、はい、でその後にこれもラベンダーが香ってくるようになってます。ラベンダーって何でも合うんですね、はい、そうですね、うん、ラベンダーだけだとちょっと重かったりするけど、はい、他のものとブレンドすることで、うんうん、結構ラベンダーだけだと嫌いなんだよっていう方でも、うん、この香りあ好きって言ってくださったりとかします。あ、はい、これも嗅いでみますか？そうなんです。よかったら。あ、本当？はい、嗅いでみる。嗅いでみる。森の香り、口で言うより嗅いだ方が早いので、うんうん、はい、どうぞ、うん。あ、さっきと全然違う。本当に森の香り。そうなんですよ。だから森に森林浴行けない方はお家でこれを、はい、楽しんでいただければ、はい、香りってなんか鼻つけてこんなクンクンしてもいいんですね。アロマってこれはね優しく作ってあるので、うん、こっちは原液なので 100% の精油なのでちょっと離してこういう風にした方がいいですけど、はい、これミストなので本当にあの初心者の方でも簡単にこう使っていただけると思いますね、はい、はい、本とかノートとかにかけたいな。そうですね、それもいいし、うん、あと枕とかね、枕いいですね。枕なんかもすごくいいですよね、はい、さあ、こんな片木さんなんですけれども、どうしてこういう香りを好きになったのというあたり、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃーん、じゃーん、ハーブティーでみんな元気にはいということなんですけど、はい、まあ、あのハーブとね、はい、お付き合いするようになったきっかけを教えてください。はい、ですね、うちは実家が結構お庭が広くて、うん、父がお花が好きだったので、はい、身の回りにいつも花があるっていう状態だったんですよ。で、それが当たり前と思ってたんですが、はい、結婚する時にあの家を出てマンションに引っ越した時に、うん、花がないっていうことにはたと気がつきまして、はい、これは寂しいと思って、はい、百貨店の、 あの春の園芸市みたいなところに、うん、花を買いに行きました、うん、でそこでハーブに出会ったんです、うん、はい、花の苗じゃなくてハーブの苗を買った。そうなんですよね。それはなんでだったのか今思い出せないですけど、本当にそれが出会いですね、うん、当時はまだそんなにね、ハーブを家で育てたりとか、ハーブを楽しんだりっていうのは全くまだそんな多くなかった、はい、っていうかもうハーブっていうもの自体が知らない方が多くて、うんうん、ハーブの講座やってもハーブっていうお花があるんですかって聞かれるぐらいで、本も売ってなければないもない状態で、たまたま砂川から農家さんが販売に来てたので、うん、はい、そこでハーブの苗を3つと、それから広田聖子さんっていう私大好きな方なんですけど、はい、その方の本を買ったことがきっかけ。ハーブですね、はいはい、でそれを買って、うん、でお家に帰ってハーブティーを作ってみました。おお、早速作ってみました、はい、自分で育てたお花で、そうです、ハーブでお茶を作った、はい、生のでね、生、うん、はい、飲んでみたらもうすごい期待したんですけど美味しくなかったです。美味しかったって話じゃない。違うんですよ。美味しくなかったんですよ、はい、今考えるとなんですけど、はい、それ生のハーブだったので、うん、生のハーブって 70% くらいがお水、あ、水分なんですよね、はい、なので、はい、ドライのハーブに比べたら3倍ぐらいの量使わなくちゃいけないのに、もうもったいないからチビチビチビって作ったのでお湯じゃんみたいな。そうそう、そんな感じ。本当にお湯にちょっと香りついてるぐらいでね、でそこからあれこんなはずじゃない、そこで嫌だって言ってやめたんじゃなくって、うん、本読んでもどこに何書いてるか暗記するぐらい飲みました。で、あの、あ、これはドライだったらこのぐらいの量だったら美味しかったんだとか、はい、とはもう本が全然まだ出てないあの時だったので、うん、はい、図書館に通ってイギリス の、 あのハーブ大全とか借りたりとか、こんな熱いの何万円とかあるんですけど、はい、そういうのとか買えないから借りて読んだりとかっていう風にして、はい、勉強してどん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 ハマっていきました、はい、独学しました、はい、ガリ勉したんですよ。もう楽しくて楽しくて、ね、あの、はい、どん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 と勉強した。それだけこう奥深かった。本当です。あの、はい、自分のこう使ってて、まあ、体の 変化とか、まあ、ハーブで元気にっていうのもすごい実感されたそうですね。子供が生まれて、はい、やっぱ風邪ひくじゃないですか、うんうん、で風邪ひいた時にあの抗生剤をもらって飲んで、はい、で治ったと思ったらまた引いてっていうのを繰り返していて、うん、2人生まれたら今度1人が治ったらまた1人移るって、いつも薬を飲んでて、これはダメだなって思って、で、まあ、うちでもハーブティーとかあったので勉強もしてたから、うん、じゃあこれ飲んでみようって思って風邪にいいようなハーブをこうブレンドして作って飲ませたんですよ、はい、うん、そしたら風邪は引かなくなるわ、あの風邪引きかけても
本当に早く治るしっていう風になって、これはもうちょっと薬を使わないでも、はい、こういうことで予防したりとかしていったらいいんじゃないかっていうのが最初だったんです、うん、はい、そうですね、あのすごい風邪ひきがちな子どもたちが自分のやっぱり免疫力を上げて元気になっていくきっかけになるんだったらハーブいいですね、うん、いや本当にそう思いましたね、うん、まあ、お友達にプレゼントしたりとか、はい、いろいろしてるうちにやっぱりみんなもなんかすごく効いたって、うんうん、聞くっていうね、最近はもうあんまり使わない言葉ですけど、はいはい、まあえて言えばね、あえて言えばもう調子良くなったわ、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でみんなね、もっと欲しいもっと欲しいとか、そっち売って欲しいとかって言われて、はい、でも材料費だけもらって、そうだ安いもんじゃないんですよ、そうなんですよ、材料費高いんですよ、すごく、うん、今もすごい高いんですけど、はい、なので材料費だけいただいてブレンドしてお渡しするっていうことを最初してました、うん、なのでもう本当に実感としてすごくやっぱりいいなっていうのは、はい、分かります ね、 ね、はい、それがこう口コミでもっとその大人の方もちょっと足むくむとか、や疲れたとか、うん、そうなんですね、なんかイライラするとか、うん、そういう時にもう片木さんのところに相談に来て、いろいろそのブレンドしてあのいただいたお茶でなんか落ち着いていいわって、うん、はい、それがこう評判に評判を呼んで、うん、だんだんこうあの、まあ、販売の方に力を入れてきた、はいはい、そうですね、自分で開発していくような喜びもあるんじゃないですかね、うん、そうですよね、うん、だからうちにあの単品のシングルのハーブティーがいっぱい並んでて、うん、で子供たちが今日はお腹痛いからって言ったらこの子にはこっちとか、ちょっと風邪気味だからこの子はこっちみたいな薬箱みたいな感じで、はいはい、あのそれぞれのハーブカップを持ってて、うん、でそこにこう自分の好きなのを入れて飲むとかっていうこともしてました、はい、なるほどなるほど、はい、そうなんですって、本当にそのハーブがあのどんどんみんなを元気にしていくっていうのを、うん、あの目の当たりにしてですね、でご自身でもどんどん研究を進めていったという片木さんでございます、うん、さあ、じゃあのこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はいはい、3つ目こちらになります、じゃーん、じゃーん、雪まつりでも大人気はい、はい、ということで今日なんかいっぱい持ってきていただいて、はい、かわいい、ね、まあ、これがさっきの鈴のネックレスでしょ、そうですね、これは須戸農作さんとのコラボ、うん、コラボのものでしょ、はい、はい、ちょっとコラボしたものもあります、うん、コラボです、はい、そして、これは、はい、これが、うん、あの鈴のペンダントを作るきっかけになった、うん、最初に札幌スタイルに認証されたこっちが最初、はい、そうなんです、陶器、はいはい、のアロマスタイルペンダントで、はい、これねちょっと裏を見ていただくと、うん、釉薬がついてて、はい、裏に染みないんですよ、でその下にエゾシカの皮がついていて、はい、二重に精油を垂らしても肌につかない工夫がしてある、あ、なるほど、はい、なるほど、でしかも、うん、100% 自然のもので作って、プラスチックとか金属とか使ってないので、うん、あの金属アレルギーの方でも毎日あの安心して使っていただけ る、 なるほどということでこれを作って、これは結構人気で、うん、あの雑誌とかに取り上げられたりとかいろいろして、はいはい、で何個も持ってるお客さんとかもいらっしゃるぐらいなんです、これのヒットからこっちなんですね、そうなんです、そのお客さんたちが毎日これをつけててすごいいいんだけど、うんうんうん、でもパーティーとかに行った時に、ね、はい、これだとちょっとカジュアルすぎるので、うん、T シャツとかの方が似合うね、そうそうそう、うん、でももうちょっとなんかおしゃれした時につけれるものが欲しいって言われて、いろいろ考えてるところでこの農作さんの社長さんに出会って、でこう鈴でできないかなっていう私がお話をしたら、いやそれできると思うよって言ってくださって、開発に協力をしていただき、3年近くかけて富山にも通い、札幌にも来ていただいたりして、出来上がったのはこちら、はい、になります、はい、で雪まつりで大人気だったのがこちらなんです、うん、そうなんです、私 SNS でどんだけ見たか、これですか本物そうなんです、かわいいね、はい、この白いのは何だろう、シマエナガちゃん、シマエナガちゃん、こっちがシマエナガちゃん、シマエナガちゃんで、はい、雪だるまちゃん、こっちが雪だるまがラベンダーの、うん、冠をつけてる雪ラベちゃんという、雪ラベちゃん、雪だるまちゃんじゃないんですよ、はい、そうか、雪ラベちゃん、雪ラベちゃんですね、はい、ケーズファクトリーのオリジナルキャラクターになりますね、はい、ちょっと見てこれかわいい後ろ側を見て、ちゃんと尻尾もあります、木に止まって、かわいいこれ何この白いふわふわ、はい、これね毛糸なんですけど、ものすごい数巻いて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 、これ毛糸、そうってポンポン大きなこんなの作って、そこからこれここまで切り揃え、カットしてカットして、はい、ここは羊毛でね羽とかつけて、であと頭の鼻冠とか、これは本当に札幌の、うん、この香りを作ってる札幌ラベンダー、うん、貴重な札幌ラベンダーで花冠をつけてます、この中になんとこの香りが、ね、ついてるのを垂らして、お部屋に、はい、あのベッドサイドとかに置くと可愛いねっていう、なんて可愛いんでしょう
癒されますよね。これも本当にね、はい、雪祭りで大人気でいいですかごめんね、はい、すぐ売り切れちゃったっていう。1日目で売り切れちゃって、ね、これ毛糸だとは持った時のそのふわふわ感たまりませんね。そうですね。でもなかなか作るの大変そう、すごい時間がかかってね、うん、でまあまあ本当にこれはすごい何時間もかかるので、うん、私一人で巻き巻きできないので、うん、はい、そこら辺を、うん、あの就労支援の皆さんにお手伝いをしてもらってます。はい、はい、すっごい器用な、うん、あのケーズファクトリーチームの集団がいましてチームがいて、はいはいはい、雪祭りだイベントだって手伝ってくれる。そうですね、はい、そうですね、バッとたくさん作らなきゃならない時にも、うん、もう十何人でバーって作ってもらえますし、あとはこれの時もそうだったんですけど、はい、商品開発をする時に、うん、あの一緒にチームで相談をして作ります。うん、例えば私こんなのどうだろうって思って、まあ、一回作って持ってきますよね。はい、ただこれを巻くのにどのぐらい時間かかるか、これはみんなができるか、ここまではみんなできるけど、じゃあお顔は、顔は命だからじゃあ私がやるねとか、はい、そうね、顔はちょっとそうですね、はいはい、そういうことも全部相談してこうやったりする、はい、開発にも協力してもらったりしてます。なるほど、はい、巻くのそんな就労施設でやってもらった器用なもんですね。そうなんです、あの、こちらのパッケージとかも全部そうなんですけど、この後ろのこう全部手で折ってやったりとか、これを巻いてこれつけるとかもそこも全部やってもらってるんですが、これ現物見るとびっくり細かいんです、はい、作業が全部、ね、すごい大変で、これあの就労支援とかのあのなんだろう指導員さんでもできないですよ。はい、でそこ あの就労支援の方はみんなものすごいあの手が器用な方ばっかりで、本当に普通の方ができないようなことを、うん、もうさらっと、うん、それも根気よく長くしっかりとやってくださるので、うん、本当に私は信頼をしてお任せをしてます、うん、はい、商品開発のところからそういうこうチーム、うん、はい、ケーズファクトリーの皆さんと一緒にやってるんだよ、はいはい、っていうことで、そうですね、どん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 素敵な商品がね、うん、また香りを楽しめる、はい、あの商品がたくさんできてくるといいなっていうふうに思いました、はい、でまたこの久田木さんの知識が本当に半端なく豊富ということで、いろいろ講座をされたりとか、そういう機会が増えたそうでね。そうですね、もう20年くらい前から講座はやってまして、はい、うん、まあ、それこそハーブっていうのが知らない頃からハーブのこと知ってもらいたいということで、うん、もうハーブティーのブレンドやったりとか、うん、アロマのブレンドやったりとかということで、はい、いろんなとこで講座をやらせていただいたりとか、はいはい、しています。うん、最近はちょっとね忙しくてあまりできてないんですけど、なんか最近は海外でもやってるって。そうですね、最近は海外とか、うん、沖縄もこの間行ったかな、はい、札幌であんまりやってないのに外からお呼びがかかって、はい、ね、逆輸入で札幌に入ってくるんじゃない。そうですね、去年一昨年はシンガポールでもあのアロマスプレーとか、あとこのペンダント好きなの組み合わせする、はい、作るのとか、あとはこの外側のパッケージ側の同じ札幌スタイルで、はい、あの一緒 あの 和紙、はい、和紙の作家さん上日和さん、はいはいはい、についてもらってまして、で私赤で染めてるんですけど、はい、この紙をパッケージほどいて、はい、四角い紙になったところをつるにするとちゃんと赤いポイントが、はい、そうなんです、全部正方形になってるんですよ。うん、はい、これをポンって1個だけプレゼントされると、普通はアロマランプがないと使えないって言って、アロマランプ何千もするのでなかなかプレゼントできないですよね。はい、でもこれだけポンってプレゼントすると、うん、中にこう折ってくださいって書いてるので、うん、あのつるを折ってその場で垂らして、うん、もうその日の夜から枕元に置いて寝るとか、パソコンの横に置いて疲れた時にリラックスするとかっていう風にすぐ使える。うん、よくできてるね。そうなんですよ、海外の方にもすごいクーとか言われて、はい、すごい褒めていただきますね。海外でもこれがねすごい評判がいいということでね、はい、リピーターさんが、はい、うん、片木さんの好きな香りがね、うん、どんどんいろんな方に広まってよかったですね。そうですね、札幌スタイルのおかげで、うん、はい、たくさんの方に知っていただく機会が、はいはい、増えてるんじゃないかなと思います。はい、今の観光大使としてね、道外にも海外にもあの札幌の香りを伝えていらっしゃる片木さんでございますけれども、はい、ちょっと例えば片木さんに講座に来てもらいたいとか、はい、そういう場合はどちらにお問い合わせするといいですかね。うん、ホームページがありますので、はいはい、そちらの方にコンタクトというところがありますから、はい、そこで、あの、メールが、ここでいいですかね。あ、ここで、はい、ハーブ&グラスケーズファクトリー、はいはい、こちらで検索してお問い合わせいただければと思います、はいはい、ということで今日のゲストはハーブ&グラスケーズファクトリー主催の片木和恵さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。